吉田さん、賃貸か持ち家かっていう論争は昔からありますけども、私はね、一定の結論に達した、そんなことがありまして、今日朝のライブ放送で折しもやったところなんですよ。山口陸さんがね、家を買ったっていうのは素晴らしいことだと思いますけども、私はね、家のリスクっていうのは、持ち家のリスクっていうのは、ローンがある間だと思ってるんですよ。で、ローンを払い終わった、もしくは一括で買った場合は、持ち家にリスクはほとんど存在しないかなと思いますね。あとは、年齢を重ねると、持ち家はものすごくメリットになり、年齢を重ねて60代を過ぎて持ち家がないっていうのはすごいリスクになってきます。というのが、住まいを失うリスクっていうのが年齢が高くなるとあるんですよ。特に独身の方ね。独身の方は賃貸がいつまでも借りれるとは限らないんですよ。だから年齢重ねた時に、非常に不利な賃貸を許容するならいいんですけども、やっぱりね、自由に賃貸選びたかったら、家族を持つか、一戸建てってものをね、もしくは、購入型のマンションっていうのをね、選択すべきかなと思いましたね。で、固定資産税とかかかりますけども、ほとんどそれはね、コストとは言えないような金額でした。固定資産税ね。それから、修繕金っていうのも自分の家に対してはかかるんですけども、賃貸物件でもね、修繕積立金とか教育費ってかかるわけですよ。一回一回が支払いがちっちゃいんで気にしてませんけども、結構な額になると思います。で、私の家、いくつか修理が必要だったんで、手を入れたところがあるんですけども、30年経ってやっとですからね。賃貸の場合は、新築だろうが何だろうが、入居したその瞬間から毎月毎月かかるでしょ。だから、こういう判断になったんですけどね。もちろん、賃貸が好きなのか、一戸建てが好きなのかっていうところになってくると、もうそれはメリットデメリットで語るべきではなくって、好きなライフスタイルを選べるところが一番だなと思いますけどね。だから損得感情で引いていくと、大体その年齢になってとかね、ローンが終わってみたいな、条件で得か損かが決まるかなってことですね。私の場合は一発で、一戸建て買いましたんで、ほとんどリスクは感じないですね。リスクがあるとしたら、あとは自然災害とか、自分が所有した家に住めなくなるリスクがあるうちは、たとえローンが終わっても安心しない方がいいかなと。だから土砂崩れとかで家がね、潰れちゃった場合も自分で何とかしないといけないですしね。だから、そういった自然災害とかが極力ないところに一戸建てを建てて、一括払いか短期でローンを割ると、リスクはほとんどなくなるんじゃないかなっていうところですね。こんなね、賃貸、持ち家論争、なくならないですけども、結論が出たようで出てないんですよ。延々とやっていきましょうってとこですかね。ネタは尽きない。いってらっしゃい。